へえ、その服どこで買ったの？ああ、知らない人ね。何の用？オラ！どうなったか聞かせてくれ。レックスはもうメイルストロームにボットの代金を支払ってる。問題は連中がおとなしく商品を渡してくれるかどうかよ。前払いしたのがバカだな。まあいい、いずれにせよ手に入れなきゃ始まんねえ。それで作戦はあるのか？相手はメイルストローム。簡単にはいかないでしょうね。ギャングの世界はシンプルだ。力が正義、弱肉強食が全て。やるかやられるか、それしかねえ。じゃあ早速虎穴に入るか。ええ、行きましょう。よし、じゃあちょいとお邪魔させてもらうとするか。なんでよりによってこのサイボーグどもと。ギャングなんてどれも一緒でしょ。バレンティーノズを見ろ。神と聖母の教えに従い、何よりも敬う心ってもんがある。目的と流儀、何が許せて何が許せないかがはっきりしてる。だがメールストロームはまるで得体が知れねえ。B、 行けよ。挨拶しようぜ。B、 何グズグズしてる。
何グズグズしてる。誰だよお前ら。いいからドアを開けて。お前らアポは取ってんのか。そんな話聞いてねえけどな。ネクスに言われてきた。ロイスはメインルームに来い。待ってたぞ。いい場所だ。観葉植物が足りねえけどな。たくよ、これじゃあ要塞と変わらねえな。しかし食品工場にしては過剰な防衛設備ね。全部例のコンボイから奪ったんだろう。間違いねえ。死体に宝の印みてえにな。ロイスについてどこまで聞いた？デクスから少し。ちょっと特殊なやつみたい。リー、そっちは何があった？ミリテクのトラックがあった。ジメイ、積み荷をいくつか奪っただけだと思ってたが、トラックごと盗んだのか？嘘だろ。ここは町のど真ん中だぞ。あいつら戦争でもやってる。大臣地雷、思考生産だね。いい趣味してる。大げさだな。落ち着け。ビビらせようとしてるだけだ。冷静にな。相手の縄張りだってことを忘れるな。で、何の用だ？ボットよ。モデル MT0D12、 通称フラットヘッド。それが何だってんだ。ああ、ブリックに代金を支払ってやる。私は受け取りに来ただけ。必要ならロイスと直接話をしてもいいけど。いや、俺と話せ。俺はダムダムだよ。座れ、そこのソファで。座れ。お前もだ、デカブツ。俺はいい。何かぶつけてやがる。ソファに座れっつってるだけだろうが。断る。いい度胸してんじゃねえか。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、どうしたって言うのよ。こいつの態度が気に食わねえ。それに腰を下ろせばいざという時に動けない。座らねえと頭に鉛をぶち込むぞ。ジャック、座りなって。ろくなことにならねえぞ。ケーキ漬けと行こうじゃねえか。ほらよ。中身は？スキーフだ。一
切不純物なしのな。ブラックレース？そうそう手に入るものじゃない。いいつてがあるのね。そんなすげえのか？エンドルフィンとアドレナリンが増加して痛みも感じなくなる。精神をやられるくらいの強烈なトリップらしい。企業戦争でも同じものが兵士に与えられてた。サイバーサイコの餌みたいなもんだ。ベイプなら効果を殺さず、口当たりがメロになる。ほら、吸えって。遠慮しとく。すまんねえ女だな。真面目かよ。さてと、こいつがフラットヘッドだ。モデル MT-0D12。 確認させて。しょうがねえな。こいつはすげえぞ。ダイナミックな熱光学迷彩装甲に加え、完全没入型の認識システムをレイブンで操作可能。さらに新型アクチュエーターにはチタン、バナジュ、ケブラーの合金が使われてる。これを見てみろ。完全統合型リンクだ。こいつが壁を登り天井からぶら下がったりしたら酔い止めが必要になるね。気に入ったが、ええ、もらってく。はあ、そいつはよかった。クレジット見せな。ブリックに支払い済みよ。ブリックなんてやつここにいるか？いねえよな。勘弁してよ。2回も払わせるなんておかしいでしょ。おかしいかどうか決めるのはお前じゃねえ。俺が払えっつったら黙って払うんだよ。とにかくこいつが欲しければまずはエディを見せな。もう金は一度手に入れてるんだし、割引してくれてもいいんじゃない？たっぷりとね。割引だ？ふざけんな。そういや、誰の使いか聞いてなかったな。お前のボスの名前は？でしょう、デクスターでしょう。デクスターでしょう。パシフィカの半分をめちゃくちゃにしたあのデブ、まだ生きてるんだ。ああ、おかげさまでピンピンしてる。なんなら伝言を伝えてやろうか。で、話に応じる気になった？ボットと操作用チップを回収しろ。何度もしてもここから出ボットとチップ、両方取った。行くぞ、急いだ方がいい。さっさと戻ってよう。早く新鮮な感じがするぞ。
肉肉肉吐き気がするぜ。処理用のコンベヤね。肉は好きだと思ってたけど。本当にここを行くのか。
がやられるかよ。おい、ふざけんなよ。行くぞ、ビー。さっさと連れかろう。下手に出ず、借りを作らず、企業とのしがらみもなしにフラットヘッドを手に入れた。100点満点だったぜ、ピー。ケースバイケースよ。今回は運が良かった。素直じゃねえな。だがな、これは運じゃなく、お前の決断が生んだ結果だ。それを忘れんな。しかしよ、この街は最高だ。数えきれねえチャンスと混乱、憎悪で溢れてる。だが根性があって、それを生かす方法を知ってりゃ、どんなことだってできちまう。鉛玉を食らわない限りはね。そん時は派手に散りゃいい。街の伝説として語り継がれる。永遠に生きれるんだ。セミナーでもやったらどう？きっと大儲けできるんじゃない？バカにしやがって。これからどうするの？どうするって？ミスティンとこに戻って、命のありがたみってやつを堪能するのさ。生きるか死ぬかの戦いの後はそいつに尽きる。この仕事に危険はつきものよ。今回もギリギリんとこで死神の鎌をかわせたんだ。祝ったっていいだろう。まあ毎度のことだけどな。さて、デクスへの報告は任せたぜ。じゃあな。仕事は進んでるか、ミスビー。ボットを手に入れた。ほう、問題なくいったのか。それとミリテクはどうした？それが代金を支払い済みだって言っても、ロイスは聞く耳を持たなくて大変だった。ではどうしたんだ？コーポの女を利用したのか？ミリテクの協力なしで進めた。危険だと思ったから。
ではどうやってロイスからフラットヘッドを手に入れたんだ。私が知ってる唯一の方法、力ずくで。大した度胸だ。準備は済んだ。で、次は？次はいよいよ本番だ。チップを手に入れる。アフターライフで落ち合おう。続きはそこで。わかった。すぐに向かう。ではまた後で。